真珠湾の奇襲攻撃成功以来、日本海軍は主な海戦で連戦連勝を続けていた。そのため日本政府や軍の首脳部にはこのまま行けばアメリカとの講和も間近だと考える者も少なくなかった。そんな日本の楽観的な憶測を覆す、まさにターニングポイントとなったのが1942年6月のミッドウェー海戦である。ハワイ諸島の北西にあるミッドウェー島にはアメリカ軍の前線基地があり、日本がここを攻略できればハワイとその周辺の制海制空権を確保できる。また攻略の後必ずアメリカ海軍機動隊が奪還に来るであろう。これを待ち受けて撃滅すれば太平洋の制海制空権の確保さえ可能になる。この作戦を発案したのは山本五十六司令長官だった。戦いにおける日本の戦力の要は機動部隊第一航空艦隊で、司令官は南雲忠一中将。その中心は第一航空戦隊の航空母艦赤城かなと第二航空戦隊の航空母艦飛龍総流だった。だがこの作戦はあらかじめアメリカ海軍に察知されていた。実はこの頃日本海軍の暗号はほとんどアメリカから解読されており、日本がミッドウェーを狙っていることを知っていたのだ。そしてさらなる通信傍受を行い、日本の攻撃開始日や作戦内容までも把握し、戦いに備えたのである。1942年6月5日午前1時半、ミッドウェー近辺に到着した機動部隊から108機の第一次攻撃隊が発進した。攻撃目標はもちろんミッドウェー島のアメリカ軍基地だ。しかし基地に敵航空機の姿はなく、アメリカ軍の守備隊が対空砲火で応戦してきた。日本の攻撃隊は果敢に攻撃を仕掛けたものの、一度の空襲だけでは攻撃が不十分と判断し、第二次攻撃の用あり、都司令官の南雲が乗る赤城に打電する。これを受けた南雲は艦載機の兵装を対艦用から対地用に転換するよう命じた。実はこの時空母攻撃用の攻撃機が温存されていた。これはアメリカ軍の機動部隊が現れた際に対抗するための航空機であり、この温存命令は山本長官が下したものだった。なぜなら山本はミッドウェー基地の攻略よりもアメリカ機動部隊の殲滅こそが作戦の主目的だと考えていたからだ。つまり山本にとってのミッドウェー作戦とはアメリカ機動部隊を引っ張り出して撃滅するというものだったのだ。一方軍令部はあくまでも島の攻略に固執していた。ミッドウェー島を攻略した後はハワイ、さらにその後はアメリカ本土にも攻撃を仕掛けようと考えていたのだ。要するにこの作戦の主目的は山本と軍令部の間で食い違っていたのである。そして南雲は山本よりも軍令部の考えを重視し、前述の通りミッドウェー基地への第二次攻撃を決断して対地攻撃機の兵装を対艦用から対地用に変えさせたのである。こうしておよそ1時間半から2時間かかると言われる兵装転換が始まった。それから約1時間後、周辺海域で索敵を行っていた偵察機から新たな報告が入る。敵空母発見、アメリカ軍機動部隊が姿を見せたのである。当然ながらこの状況に日本側は面食らったが、敵機動部隊が現れたからにはこれと対峙しないわけにはいかない。しかし空母を沈めるとなれば、せっかく対地用への兵装転換が終わりかけていた艦載機を再び対艦用に戻す必要がある。この際飛龍に乗艦していた第二航空戦隊の山口多聞中将は、対地爆弾で空母を撃沈することは無理でも甲板を破壊する程度は可能だとして、直ちに攻撃隊を発進させる必要があると南雲に打電した。再び兵装を転換する前にアメリカから攻撃されてしまうよりは、対地用の装備でもアメリカ艦隊に先制攻撃を仕掛けた方がいいと考えたのだ。しかし南雲はこれを受け入れず、艦載機に対し対艦兵装に戻すよう命じた。そのため一旦外した魚雷と爆弾を再び積み替える作業が始まった。空母の格納庫には魚雷と爆弾が散乱していたが、その一方でミッドウェー基地攻撃に出ていた第一次攻撃隊機を着艦させるという仕事もあった。そんな大忙しの状態でもアメリカ軍機動部隊に攻撃する第二次攻撃隊の準備をなんとか整えたその時だった。アメリカの急降下爆撃機が日本の機動部隊に対して攻撃を仕掛けてきたのである。この時赤城には爆弾2発が命中した。これによって魚雷を積んだ飛行機が次々に爆発し、やがては甲板下の格納庫や弾薬庫にも引火した。これは金谷総流も同じで、3隻の空母はあっという間に炎上してしまった。残るは山口の指揮する飛龍、ただ一隻、たった一隻の飛龍を率いた山口の指揮によって敵空母ヨークタウンを航行不能に陥らせたものの、最終的には山口の飛龍も炎上、まさにこれまでにない大惨敗となってしまったのである。特に空母を4隻も失ってしまったことは極めて痛かった。しかも赤城、加賀、総流、飛龍といえば連合艦隊の主力空母である。こうして太平米戦争における日米の戦局はこのミッドウェー海戦を境に一変してしまったのである。南雲はほどなく呉鎮守府の司令長官に転じた。この頃山本長官がラバウルで戦死し、日本海軍は存立の危機にあった。山本の死を聞いた時、南雲はこれで戦争も終わりだと感じたことであろう。南雲はミッドウェー惨敗後も現場に留めてもらったが、戦局を変えることはできず、
結果は山本の期待を裏切ることになった。かつて南雲はミッドウェー海戦の時、なぜ敵空母発見の電報を打ってくれなかったのかと山本を恨んだこともあったが、現場の責任者はあくまで自分である。期待に応えられず日本海軍を滅ぼしてしまったことに南雲はいつも心を痛めていた。山本の家には申し訳ないと謝るしかなかった。このままでは山本に合わせる顔がない。南雲はもう一度前線に出たいと考えるようになった。このまま陸で死にたくはなかった。南雲は上京した時、俺を海に出してくれと頼んだ。沢本はポストがないと言った。その後南雲の新しいポストは陸軍も含めたサイパン防衛の責任者だった。ここには満足に乗れる軍艦はなく、海軍軍人としては寂しいポストであった。どこから見てもミッドウェーの責任を取らされ、サイパンに飛ばされたという印象だった。すべての人がそう南雲を見ていた。4月下旬、ここに降り立った南雲は気を取り直してサイパン島の防備施設を見て回ったが、装備は古く、とても戦える状態ではなかった。島の南西にあるアギーナン岬の砲台に至っては、日露戦争当時の古いものだった。ここにどんな意味があるかといえば、硫黄島や沖縄決戦の岩畑であり、時間稼ぎのための初めから勝利を度外視した島だった。12日の空爆までは一人の犠牲者も出なかった師団司令部だが、艦砲射撃が始まると戦死者、重傷者が続出した。海岸線の前線部隊は空爆と艦砲射撃で壊滅的な打撃を受け、至る所に死体が散乱、弾薬も食料もなくなってしまい、裸の軍隊になっていた。米軍が上陸を開始したのは6月15日早朝である。チャランカノアの沖合から海面を埋め尽くした上陸用舟艇で押し寄せ、約8000人の米軍が上陸を開始。日本兵は勇敢に戦い、米軍に損害を与えた。その後南雲らは最後の司令部を達宝貯山の北部にある細長い谷に移した。水の補給は一切ない。飛ぶ水を飲み、サトウキビをかじって渇きを癒しながら谷に移動した。しかし指揮する部隊はなく、正直何の役にも立たない司令部だった。長官、これからいかがいたしましょうか。いげた師団参謀長が問うた。南雲はそれだけ言って押し黙った。みんな口は重かった。誰が言うともなく、ここを最後の抵抗戦として玉砕することで全員がうなずいた。最後をこのような形で迎えることは海軍の南雲にとって屈辱以外の何物でもなかった。軍艦ではなくサイパンの洞窟にこもり玉砕するとは何たることか。死に場所を間違えたという他はなかった。夜になると切り込み隊が出ていき、二度と帰っては来なかった。武器は手榴弾しかなくなり、絶望のあまり日々、何人もの兵士が手榴弾を爆発させて自決した。ここは文字通りの地獄だった。南雲は洞窟の奥に座っていた。南雲の周辺には参謀長の矢の海軍少将、斎藤師団長、井桁師団参謀長、辻村第五根拠地帯司令官らがいた。南雲は何日も誰とも喋らなかった。ただ黙って座っていた。南雲の脳裏に浮かぶことはただ一つ、ミッドウェーでの惨敗だった。頭にこびりついて離れないのは、敵の急降下爆撃機が真上に飛来して爆弾を投下し、第五音と共に爆発炎上する空母明かりの姿であった。あれが日本海軍の敗退の始まりであり、その責めは自分にある。洞窟にはまだ500人ほどの日本兵がいた。残された道は万歳突撃しかなかった。提督、我々は自決しましょう。斎藤がいい。南雲と井桁がうなずいた。3人の自決の時間は、7月6日午前10時と決まった。自決の場所は洞窟の一段と高いところで、そこを入念に吐き清め、南雲と2人の将軍は肌着を着替えた。3人は祖国の方向を向いて正座した。妻や子供たちの顔が脳裏に浮かんだ。数々の誤りはあったが、自分は自分なりに精一杯戦った。そのことは信じてほしい。南雲は家族一人一人に呼びかけた。日本は早晩、敗れるであろう。なぜこんな戦争を起こしてしまったのか。今となっては、それを問うても仕方のないことだった。3人は軍刀を逆手に持ち、日本の古式に従って自らの腹部に当てた。その瞬間、副官が拳銃を発射した。3人は前にうつ伏せになった。南雲はサイパンの洞窟で昇天した。享年59であった。そして7月7日午前3時、他に生き残っていた部隊の将兵も集まって万歳突撃が行われた。日本兵は1000人ぐらいずつ3つの集団になり、米軍の陣地に突撃した。軽機関銃を持った数人の日本兵が頑強に米軍の反撃に抵抗し、弾丸がなくなるとお互いに刺し違えて自決した。米軍の調査によると、4300ほどの死体が周辺に散乱していたという。